안녕하세요, 거울입니다. はい、ということで昨日ですね、私なんと BTS の夢を見たんですよ。寝起きからすごい気持ちが良かったんですけれども、そう、 BTS の夢を見たってことで、はい、BTS に会いに行きたいと思います。っていうのはね、完全に無理なので、間接的に会いに行きたいと思います。なんかよく言うじゃん、ライブとかあって日本に来ると、ああ今推しが日本にいるから空気がうまいとかさ。今日はね、ジンくんのお兄さんがやってるというオッセロムシに行きたいと思います。実はね、こちらのお店すごくね、リクエストが多かったんですよ。で、多かったんですけど、めちゃめちゃ人気らしくて混んでるらしいんですよ。なので今日はね、オープン時間に行きたいと思います。もう本当にね、今回の動画ね、アーミーちゃんのための、はい、動画でございます。そしてアーミーの中でもジンくん推しのね、ゆるい長男推しの、はい、動画となります。てか、なんか誰か、ということでですね、今回行くところがすごい微妙なところなんですよ、位置が。チャンシル駅とあとソンパナル駅っていう駅の中、間というかそこら辺なんですけど、まあ、距離的にはソンパナル駅が近いんですよ。でもソンパナル駅って9号線だから、すごいこう使いづらい号線って言ったらいいかな。でも、チャムシル駅が2号線なんですよ。だから2号線の方が来やすい、チャムシル駅の方が来やすいけど、チャムシル駅からの方が歩くみたいなまあね、でも韓国に遊びに来たら、こう韓国内を歩くのも楽しみだと思いますので、今日は皆さんが使いやすい2号線のチャムシル駅からの行き方を紹介していきたいと思います。10番出口から出て向かっていきたいと思います。それではね、早速、はい、行きたいと思います。ゴー、はい、じゃあこちらがね、チャムシル駅の10番出口になります。じゃあこっちから出てきたら、そのままね、前に直進します。はい、ということで、ちょっと大きいこういう交差点に来たら渡らずに、このままね、道なりに右に曲がってまっすぐ行きます。そして最初の横断歩道を渡ります。はい、で渡るとね、目の前にこのあんまり見えないかもしれないけど、湖があるんですよ。で、湖をこう横目に、はい、このままね、ひたすらまっすぐです。はい、そうしましたらね、また大きい、ここは T 字路かながあるんですけど、そのままね、前に渡ります。はい、渡りましたら、またさらに、はい、まっすぐ行きます。はい、じゃあ来ましたら、ここ人入っていいんかな。このハヌのお店、牛肉のお店っていうか、最初の角というかを右に曲がります。いいんだよね、入って。で、こちら、裏道出ましたら、こちらを左です。そしたら、最初の角ですねを、また左に曲がり、右だ、に曲がります。はい、ここまで来ますと、左手、ごめん、右手にじゃーん、はい、こちらになります。オッセロムシです。見て、じゃん、入っていきたいと思います。こんにちは、한명이요에ということで、こちらがメニューでございます。なんかずっしり重いんだけど、メニューと。なんかもう完全に高級店でしょ。ごちそうさまです。で、メインメニューですね。セイロムシの2人前が3万9000ウォンとか3900円くらい。焼いてあるさつまいもと、この明太子マヨおにぎりが美味しいらしいです。まあこんな感じで、揚げ物とかもあるし、たたきとかもあるし。3万9000ウォンだからさ、飲み物頼んで4万ウォンにした方がいいよね。そうします。サイダーと、あれ、ピンポンが鳴りません。セロムシ2セット하나고요。あと、サイダー하나주세요。サイダー。はい。チェック。サイダー。감사합니다。
대란 포함해서 약 8가지 들어가 있고 고기는 제주돼지랑 한우 등심 있어요. 찌는 데는 11분 정도 걸리고 직원이 네. 와서 이렇게 드세요. 네. ということでこんな感じですね。あ、本当開けちゃダメですけど、もう蒸し始まってますね。閉じる。多分やっちゃいけないことだと思う。で、今私オープン時間に来たんですけど、お客さんは誰もいない状態です。多分夜ご飯だったりとか、その会社の接待だったりとか、こうお偉いさんが来たりとか、そんな感じで使われるような感じ。まあ、ランチではあんまり来ないかなって感じなので、もし来たい方はランチを、ね、狙ってくるといいと思います。11時半からですので、まあ、お昼ご飯にぴったりみたいな感じですね。ということでこれ10分待たなきゃいけないんですけど、もうなんか私気になってしょうがないので、これ怒られちゃうかな。ということでこちらがせいろ蒸し2人前でございます。いやめっちゃ美味しそうなんだけど、やっぱ野菜はこちらのごまソースにかけて、お肉はそのポン酢ソースにつけるのがおすすめだそうです。でお好みで七味まであるんですよ。ここ日本なのって感じなんですけど、七味をそこかけてね食べるといいですよみたいな感じで、はい、キャベツのなんかサラダとたくあん、それから生姜だねが、はい、あります。こんな感じでこれが39,000ウォンでございます。じゃあ食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。若干私が猫背でも、はい、お許しください。それではお肉いただきます。ポン酢につけて、美味しい。めっちゃ美味しい。何じゃこれ。もう口の中チェジュって感じですね。ちょっとすいませんね、お店がこう暗めなもんでここだけ白飛びしちゃうんですよね。照明が上にあってごめんね。半牛肉ですね、食べていきたいと思います。豚も牛もさ一緒に楽しめて、しかもこの豚はセジュ島産じゃん、牛はハヌじゃん、最高じゃん。てか超久しぶりにポン酢食べたんだけど、ポン酢めちゃめちゃ美味しいわ。なんかおしゃれなお店ってさ、どこまで食べていいか分かんなくない？例えばここはさ、お肉とか野菜の一番下にもやしが引いてあるわけ。もやしは食べるもんなのか、それともこう蒸す時のこう香り要因とか焦げ防止要因とかなのか、なんか全部食べたらさ、別に本当になんか田舎もんだなみたいな、これ食べるもんじゃねえのにみたいな感じで思われそうで、なんかいつもどうしようかなって思いながら全部食べるんだけど、高級料理屋さんとか行くとさ、なんかお肉の下に野菜とか引いてあるじゃん。あれまで食べるとさ、周り見るとみんなとお肉だけ食べてるみたいな時ある。豚肉に野菜とかこう一緒に巻いて、なんかさ嬉しくない？こんな世界的ワールドスターの中の最年長がさ、日本料理屋さんを開いてんだよ。大体芸能人ってさ、日本もそうだけど有名になると焼肉屋やるじゃん。でも日本料理やってくれたっていうのがさ嬉しい。オープニングで話したさ、私が昨日見た BTS の夢についてちょっと聞いてくれる？私がねダンスをやってたので、ダンスのレッスンがあるからこうスクールに行ったんだけど、いつものこう仲間たちとさレッスン始まる前までスタジオでなんかわちゃわちゃしてたの。そしたらジョングクとシュガとジミンちゃんが入ってきたの。えってなんじゃん。でもなんか騒いじゃあれだなと思って、えって思ったけど騒がなかったの。レッスン始まってこうレッスン中間ぐらいにこう3人でなんかふざけてたりとかしてたんだよ。で私もなんか気になるじゃん。
だからこう横目でこう見たりとかしたんだけど、なんかその中で聴力と目があったのね。だすごいあからさまに嫌な顔されたの、見んなよみたいな。で、あ、すまんと思って。でもそのレッスン終わって休憩室みたいな、更衣室かそこに入ってったら3人がこうまとまって話してたんだけど、私がその更衣室に入ったら3人とも私のことをって見てきたので、え、何と思ったらジョングが話しかけてて、あのーとか言って、そういう風に見られるのすごい気分が悪いんですけどみたいな感じで言ってきたの。だからなんかわかんないけど、私そこでなんかイラッとしちゃって、しょうがなくない、よく抜いてみ、自分ら全世界から愛されるワールドワイドなスターだよ、それを見るなっていう方が無理じゃねって言ったら、ジミンちゃんが気持ちはわかるってすごい私に賛同してくれたの。ジミンちゃんが、はい、やっぱジミンちゃんと思って、ジョングが芸能人だけどなんかそういう風に見られるのは結構負担だよって、なんか私がいやでもさ、よく考えてみ、もし自分らこう練習、看板の練習してる時にビッペンパイさん入ってきたら絶対見るでしょって言ったら、え、僕は見ないよ、いやいやいや見ないのは絶対嘘、いや僕は見ないよ、絶対見ない、先輩にこうなんか迷惑かけることは絶対にしない、シュガーは私とね一回も目を合わせないの、携帯中だから俺は見ない、お前は見なそう、だからジミンちゃんは俺は見るな、お前は見そう、という夢でした。完全なね、あのジン君は出てきてないです。じゃあこんな感じで、このね牛肉じゃない、これ豚肉だったね、豚肉に、はい、なんだっけ、はい、これとキャベツ入れちゃおうかな、キャベツ、椎茸もある、エリンギかな、椎茸かな、椎茸これか、エリンギかな、これは 何かな、これを、はい、ポン酢につけていただきます。じゃん、椎茸めっちゃ美味しい。でも初めてバンタンがさ、デビューした時は衝撃だった、マジで。何が衝撃って、全員私より年下なんだよ。え、おっぱと呼べないアイドルなんか出てくるんだと思って、そりゃ出てくるけどさ、なんかそれが衝撃的だったね。で、そんな衝撃を受けた中、バンタンの昔の曲なんですけど、なんかお前のおっぱ、お前のおっぱってこう連呼する歌があるんですけど、それ聴きながらね、寂しくなった。あ、おっぱじゃない、私がさっきからひたすらね妄想してることは、今こうやって食べてる時にこう入ってきて、今日の動画撮れ高やばっていうのをね期待してるんですけど、全然来ないです。はい、ということでごちそうさまでした。2枚ペロリです。何この影は、何これ、どこ影か、鼻影か、鼻の影かな、なんか美味しかった。価格はちょっと高いんですけど、でもまあハヌっていうあのいい感じのお肉とテジュ島産の豚肉使ってるってことで、食材自体はねいいものなので、まあもったいなくはないかなって感じ。絶対このお店のねリクエストかなり多かったんですけれども、やっとはい来れました。まあとりあえず全部ひっくるめてね、これはいいっすよ。 BTS 即人のこう名前をかけるだけありますね。ということで今回は視聴者さんからたくさんのリクエストがありました。 BTS ジンくんのお兄さんがやっている、まあ支配人はジンくんらしいんだけど、セイロムシのお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クロメンオヌルンよきかつ。